こさんもたくさんギフトもありがとね。ありがとう。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはよう。誰もたくさんありがとう。おはよう。おはよう。今日は8時半までこの枠はやりますね。おはようございます。昨日は一日お付き合いありがとうございました。本当に今日も一日よろしくお願いしますよろしくお願いします。本当にまたこさんいっぱいありがとう。眠そうに見える全然6時半ぐらいに起きたんですけど眠そうに見えますかね。まだるもありがとう。そう朝落ち着く。わかるわかる。だるもありがとう。ね今日ね起きた時に夢を見たからそれを配信で話そうと思って、でそれがラジオ体操に行って帰ってきてる時のあの風景が夢の中で出てきて、すごいびっくりしたっていうか、そこの風景のとこで草が生えてないところなのになぜか草が生えてて不思議だなと思ったら、なんかこれはなんか何とも言えないファンタジーな世界の話なんだけど、後ろがねどんどんこうわさわさわさって生えてくるわけですよ後ろからあくまちゃんありがとう。なんて言えばいいんですか、道を歩いてたら道の後ろからこう草がどんどん近づいてくると、なんて言えばいいんですか、侵食されてきてると、私はめちゃめちゃ必死に逃げるっていう夢をまた見ました。もうなんかこういう夢ばっか見る。ハートありがとう。そうなんか草っていうか雑草っていうか、あのさ公園とかに生えてるこれぐらいのさなんか背丈の雑草みたいなのがめっちゃ後ろから迫ってくるっていう、なんかもうすごいなんかって思った。そうなんです、そうなんです。あと今日なんかどんな人格で行こうかな今日どんな人格で行こう。ああタコさんありがとう。だるまもありがとうね。どんな人格で行こうかな今日。今めちゃめちゃ私、めちゃめちゃ素の私だからどんな人格でいこうか。もう頭の中に学校にいる私。あおはよう。うんうん、おはよう。なんだろう、でもあんま学校で話さなくない？授業受けてる時で休み時間は寝るしで、あなんかこれ自分で話すとどんどん自分の首を絞めてく。あーダメ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 です。
これどんどん自分でいっぱい話していくと早弁ってさどうやったらできんの？私お弁当じゃないからさ。ダメだ。これを自分でどんどん話していくと自分の首をどんどん絞めてしまうのでちょっとやめときますね。やめときますね。ありがとうだるまたくさん、ありがとうね、本当にありがとうございます。あーパンとか持ってくのか。いやでもなんかどうすればいいんだろうって思っちゃって、でもうーん難しいな。あでもね皆さんに宣言したいことがあって、昨日みゆみゆさん、ゆうなさん、あれ葵ちゃんクリームをお鼻にクリームつけてたので、私もなんかそれをたい焼きとかでできないかなって考えてて、やりたいなと思って食べようかなと思いまして、帰り道になんかたい焼き買ってきます。鼻にクリームつけるの憧れだったんだ、憧れだったんだ。そうです、鼻にクリームつけるの憧れだったからたい焼きとかでやりますね。たい焼きのクリーム無理じゃない？薄いからさこうやっても絶対つかないっていうか、尻尾から食べて頭から食べない限りなんかちゃんとこうクリームってつかない気がする。私そう憧れだったから。でも何があるかな、私皆さんちょっと引くかもしれないけど、この中にそういう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私生クリームは生クリームだけで食べたくて、なんかプリンとかの上に乗ってる生クリームはできるだけ生クリームだけで食べたくて、だからプリンは先に食べて最後に生クリームで締めるみたいな、生クリームだけで食べたい派なので、はい。あー誰もありがとう。あそういうタイプなんです。だからあでもたい焼きは確かにクリームと一緒に食べることは好きですね。気持ちはわかる。タコさんありがとう、分かってくれる方がいらっしゃってよかった。たい焼きは皮を先には食べれないけど、眠いね。ビスコは、ビスコは剥がします。剥がしてビスケットの部分でクリームをすくえるだけすくって、できるだけビスケットの部分が少なくなるように噛んで、生クリーム、生クリームじゃない、ほぼクリームで食べて、それで残りはビスケット食べるみたいな。ちょっとなんかなんだろう、みんなにドン引きされるような食べ方っていうか、キノコ派タケノコ派、私は本当にどっちでもいい派だったの、どっちでもいい派だったんだけど、最近のお話し会でお菓子が用意されてて、わタコさんもありがとう、ハートもたくさんありがとう。そう、それでタケノコの里を食べたんですけど、めっちゃ美味しくてなんかびっくりしちゃって、美味しすぎて、だからなんかなんて言えばいいんですか、ちょっと美味しさに驚いたっていうか、こんな美味しかったっけってなって、なーちゃんに
こんな美味しかったっけタケノコの里ってって普通に聞いちゃって、めっちゃ美味しくてびっくりするぐらい美味しくて、あのどっちでもよかったけど、そうどっちでもよかったんですけど、改めてあこっちが好きなんだなと。でもキノコの山も食べて、キノコの山は当たり前に美味しいなと思って、なんか思ったのが、キノコの山を食べるときはチョコを食べたいときで、タケノコの里を食べたいときはチョコとビスケットのお菓子が食べたいときみたいな。分かってくれるかな、なんかそういう区別をつけるようになりました。えい、深いね。全然深くない、全然深くないです私の話。今の話的に深いように、そうなんです。キノコの山はさ、そのどうやって食べればいいか分からなくない？そのチョコと別に食べる食べ方がないから難しいんですけど。あ、ハートありがとう、たくさん。それは難しい話、難しい話ですね。あとは何だろう、何貼ってある、何かの他のなんか二分割されてしまう派みたいな。ロング派ボブ派とかさ、私は断然ロングの人が好きだし、ロング派だけどボブも好き。あとなんだろう、ポッキーとトッポ、ポッキーとトッポはポッキーじゃない？目玉焼きは醤油派。でもね、一時期小学生ぐらいの時になんか胡椒派で食べてて、塩胡椒かっこよくない？怖くない？なんか小学生で塩胡椒で目玉焼き食べるっていう、なんか怖くてびっくりしちゃって。でも今は醤油派です、めちゃめちゃ普通に。そうポッキーですね絶対。ありがとうストレート。今日どんな髪型しようかなって迷ってて、お話し会なので今日エスプレッソを切るからどんな髪型しようかなと思って迷ってるんですけど、ちょっと分かんなくて、でもだからとにかく分からないなっていう時は基本とにかくまずはストレートして考えようってなるの。ストレートにしてから一回何しようかなって考えようって思うんだけれども、まだ決めてない。もうなんか決断力のなさというか、そう今日終日エスプレッソなんです。そうなの、まあ、見飽きないかなって。そう基本のね木がここでやってから何がいいかな、なんか犬とかになりますか、こういうやつ。犬か猫かウサギか、ウサギ、ちょっと待って、ウサギウサギ、あ、誰だ、髪の毛が言うことを聞かない今耳を作ろうとしてるのに髪の毛が言うことを聞かない髪の毛が言うことを聞いてくれない、髪の毛が言うことを聞いてくれません。そう私負けないんですよ自分の髪の毛、残念ながら。髪の毛をね、あ、ほら言うこと聞いてくれない。何、朝耳ちゃん、あ、めっちゃ短い耳、これぐらいの耳みんなから、じゃあこれはクマでしょうか、ウサギでしょうか、猫でしょうかまさか犬でしょうかみたいになっちゃうから、まあでもなんか動物になろうかな、動物になってみます、軽いノリ
動物になってみます。まあだるまありがとう。そうなんです、そうきましたか。コウモリとかこれは実はコウモリでしたみたいになっちゃう、まさかの。あとはなんだろうね。まあ、だるまありがとう。あれ、妹さんもありがとう。コウモリってどんな髪型、髪型じゃない、どんな耳してる、どんな耳してますっけ。危ない、こういう感じだよね多分、猫的な感じだから。じゃあ猫と見せかけてコウモリでもしますか。コウモリでもしますか。あ、まさかのこうやってさ、これでなんかコウモリの羽とか作れないかな、こういう感じで。あ、やばい、足がしびれてる。うー、大丈夫大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫なんだけど。痛い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 、うわあ、痛い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 。足がしびれてる、本当に本当に足がしびれてる。あ、だめだ、なんかあの神経をこっちからあの話にそらすとあの足が動いてしまうので痛いです、とっても。痛い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 、ちょっと待って。あ、でもなんか治ってきた、足がしびれてる神経あ、じゃあ皆さん全て人格のせいにするんだ、足がしびれてるのも人格のせいにしてしまうんだ。あー痛い、今あの、あ、でももう大丈夫、しびれがあのなんて言うんですか、ピリピリになってきたのでもう大丈夫です。いやでもなんか痛いな。皆さんしびれ人格のままそれでやり過ごそうとしてるんですね人格ってほんと便利なんだから、誰もありがとうみんな人格のせいにしようとして。そう、さっきまで正座してて、あの今正座を崩したんですけれども、それを崩した瞬間にしびれました。あ、そう、正座待機してた。え、めっちゃ痛い。え、なんでだろう、なんか痛かった、すごい。人格変わる瞬間だから、これはめちゃめちゃ自分佐藤ひろかだったんですけど、それをみんなもう新しいしびれの人格だってなってて本当に心配してくださる方がいた。ありがとうございます。あの本当に心配してくださる方はなかなかいないという、まさかの事態うん、今日朝からなんかめっちゃ喧嘩売ってるな。今日のおしゃべり会は普通の佐藤ひろかで、もう皆さんにたくさん、なんて言うんですか、質問攻め、質問返しをするだけの佐藤ひろかなんですけど、本当にいつもと変わらない佐藤ひろかです。おしゃべり会の。おしゃべり会の。佐藤ひろかです。
なんかでもおしゃべり会の時ってなんか勝手に話したくなるっていうか、もう口が止まらなくなるっていうか、どっちが本当の、もう私もどれが本当の自分かわからない。でも次の配信で生クリームをここにつけましょうかなという気持ちはあるので、なんかたい焼きでも買ってきます。オンラインにも慣れた、オンラインに慣れてるんですけど、なんだっけ、前一応言わせていただいた、なんて言えばいいんですかね、静かな空間でぜひお話ししましょう。静かな空間でやりましょう。皆さん静かな空間でお話をしましょう。静かな空間、静寂を保ってる中で、なんて言うんですか、私と皆さんの声が、声しか響かないみたいな空間で、そうそう、静かで電波が安定してる空間で皆さんと一緒にお話ししたい。そう、意外となんかマイクのさ音が拾っちゃって、そうなかなかたまに聞こえない時があるから、そうなんです。だからぜひ静かな空間でやりましょう。そう、エスプレッソも静かな空間が多分好きだって言ってるから、はい、多分ね、多分だけど、近くにいるメンバーが誰か、確かに確かにだけど、確かにだけど、そう、確かになんだけど、そう、話してない時はもうシーンってなってるぐらいの静かな空間だと嬉しいなって思ってるので、そうなんです。でも全然誰でもどなたでも待ってるので、滑ってるとなんだ、あ、そう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 、なんかシーンってなってるとより皆さんの声が聞きやすいから、そうなんです。そう、でもたくさん今日もお話できるの本当に楽しみにしてるので、誰もありがとう、本当に楽しみにしてるので、ぜひよろしくお願いします。今日もあ、待ってます、ありがとうございます。この後メールもしっかり書きますね。まだ8時のメール多分来てないと思うので、私は送った記憶がないので、そう、何の話しようって言ったんだっけな。昨日まとめたんで、下書きにこれとこれとこれを話すってまとめたんだけど、まだそれをまとめて送ってないので。ありがとうだるま、じゃあ壇上見します。よし、いきますね、いきます。13位山田のピクチャーさん、ありがとうございます。12位スマイルさん、ありがとうございます。11位こんちゃん、ありがとうございます。10位山ちゃん、ありがとうございます。9位ドラゴンさん、ありがとうございます。8位かんちゃん、ありがとうございます。7位なおくん、ありがとうございます。6位大輔さん、ありがとうございます。5位富之助さん、ありがとうございます。4位勝さん、ありがとうございます。3位松尾さん、ありがとうございます。2位ゆうくん、ありがとうございます。
そして1位はだからさん、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。本当にありがとうね、たくさん。今日も一日お付き合いよろしくお願いします。本当に皆さんの貴重な時間を貴重な時間を本当にお借りします。ありがとうございました。本当に一枠目こちらこそ早起きだったけれどありがとうございました。本当に楽しんで楽しみます。ありがとう。この後もよろしくお願いします。本当にありがとうね、本当に。それじゃあありがとうございました。またね、ありがとう。アイスプレッソ楽しみにしてて。またね、ありがとうね。またね。